はい、のさようでございます。ではドラクエ10引き続きやっていきましょう。なんだったっけ。水の塔に向かいます。なんか強そうなやついる。サイ男。あ、強い。運が良かったですね。ん？どこだ？あ、ここか。あらー。何気に遠いね。あれ、音楽がなくなった。これは？どう言ったらいいんだ。あ、違う。こうか。こんなとこに福引券が。あ、チームだ。よし、行ってみよう。やっと着いた。なんだか結局いろいろ助けてもらっちゃったかな。あ、ありがとう。もしかして
今の聞いてたの？私はただお礼を言っただけで、別にカムシカのことを認めたわけじゃないよ。でも どうしてカムシカたちは私を助けてくれるんだろう。お母様を死なせちゃったことを悪いと思ってるから？それとも私がカムシカの力を引き出せる風乗りだから？カムシカって変な動物だよね。私この塔に登りたい。ガッテンだ。でも今まで手助けしてくれたカムシカたちはこの中には入れないんです。私カムシカたちがいなければここまでもたどり着けないくらいダメな子なのは自分で分かってます。それでも私この塔に登りたい。お願いします。私に力を貸してください。承知した。行こう。なんか広いね。これ上がったっていいの？もうガンガン上がっちゃうよ。もうこれはなんだ。あ、なんか強そうな。いきなり弱いな。あれだな、ちょっと戦っていかないとレベルは上げられないね。おお、三色団子。
とりあえず上がっちゃおうか。これ何回、何回です、何回、何回ですか。宝物がある。鎧騎士。わわわわわ、ちょっと。あ、ありがとう。うわ、げこれか。あれ13。数単語に大地が爆発する結界を地面に描く。あ、結構あるね。あ、ルカニかな。あ、ミス。呪文ないんだもんな。もうさっからボッコ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 。これいっとく？いくですよ。あんまり強くないなこれ。あんまり強くないんだよな。28？ あ、強い。フーラ強い。ボケ倒して。
た。私頑張ったよ。強いな。あ、ダストンレベルアップ。2か。これなんでこれ無音になってんだろう。え、もうないんじゃないこれ。あ、ないないないです。しなやかな枝。あ、そこにもある。あれ？これどう行くんだ？あー、なるほど。降りて、あると。精霊石。ん？精霊石。あ、でもこっからは上がれないから。あ、最上階まで来た。うわ、高っ。魔法の小瓶。よし、いいか。誰だ？怪獣ブスゴン？なんじゃこら。この怪獣ブスゴン様のスイートホームに土足で上がり込むやつは、なんてことだ。キュートだ。なんだよこいつ。助
ただ可愛いだけじゃない。ちょっと毒のある瞳、抱きしめたくなるような体のサイズ。こんな気持ちは初めてだ。俺といてくれ。ずっとずっと一緒に暮らそう。ロリコン怪獣？困るわ。だってあなた怪獣だし、きっとお父様も許してくれないと思う。え？お前、このキュートなハニーをよこせ。そっちか。そうだったとはな。ちょうどいい。俺は風の衣を取りに来たやつを倒すように言われているんだ。頼まれた仕事を果たし、ついでにマイスイートハニーを手に入れる。一石二鳥とはこのことだ。私を呼ぶ誰？この者は悪しき気配から世界を守るための重大な使命を果たす旅をしています。あなたならこの者を助けることができるでしょう。この世界の希望を絶やさぬように。私が…うわぁ、危ねえ。俺のウルトラハイセンスなインテリアが。ちょっとタンマな。まずはお前から片付けてやる。さっさとくたばりな。待ちなさい。あなたを一人で戦わせたりしない。なんだ、お前みたいに弱っちいのはおとなしく寝てろ。私もあなたと戦うって言ってるの。怪獣プスゴン、行ってみようか。待っててくれ。今助けるぜハニボケ倒そうか。
あ、そういう系。なるほど。我に帰った。どすかれた。でも笑わかす。これだこれだ。配信入った。ワニ勝ちだった。あら。もうボケ倒す。これだなもう。終わりにかけちゃった。まあでも強くない。でも相変わらずボケ倒す。あ、ミスった。いちご爆弾？わ、でかっ。やった。硬かったね。あ、1000ポイント。21か。真の力を見せてやるぜ。前なんてめっためただぞ。やめて、
それあげるから、もうやめて。あら、お前さっきはあれほど。あげるから。死ぬほど大事なものなんじゃないのかよ。死ぬほど大事なものよ。じゃあいいの、あげる。私は風乗りになる。それは思い出なの。亡くなったお母様との思い出。でももういらないの。私風乗りになるの。お母様の後を継いで風乗りに絶対なるの。風乗りになる私とこの人は明日なの。明日のためなら思い出はいらないの。なんて泣ける話だ。お前も苦労してるんだな。わかった、ハニーと引き換えにもう何もしない。プスゴン、いいやつやん。俺に風の衣を守らせたやつは風乗りを耐えさせ、風をよどませ、ここいらを闇の封印に落とすってわけのわからないこと言ってたんだ。偉そうに命令してくるネルゲルっていういけすかないやつだ。あんなやつの計画よりお前の明日の方がハイセンスだ。ありがとう。じゃあ大事にしてね。いや、やっぱりもらえねえ。俺もらえねえよ。約束だから。もらっちゃうぞ。じゃあな。あばよ。やっほー、ハニー。いいの、ケキちゃんがいなくても私はもう大丈夫だから。
いやいや、乗っけてってよ。え、え、え、おいおい、乗っけてってくれよ、ちょっと。こっから出るの？え、え、え、もしかしてまた。え？これさ。違うわ。あ、違う違う違う。使う。よし、ここから。違う違う違う。はい。義によりこれまでアズランに吹いていた古き風はその役目を終え彼方へと去り行きました。今このアズランに吹くのは育みの力あふれる新しき風。このアズランに育みの風を絶え間なく吹かせ町を守り育てていくことを誓いましょう。あれ？これで、あれかな、部屋まで行っていいのかな？工場にはヒヤヒヤさせられたが、なんとか無事に風送りの儀を終えることができた。これもひとえにそなたのおかげだ。本当にありがとう。いえいえ。まだ大きな変化は出ておらぬが、このアズランに良い風が吹き始めた。これからは良い方向へ向かってゆくだろう。この町に希望をもたらしてくれたアズランの英雄よ。そなたに緑のキーエンブレムを贈ろう。
あ、緑もらった。これで3つ目かな。はい。しかし風の衣が風乗りの手に渡らぬよう水の塔に魔物を配した者がいたのか。このような辺境にまで悪しき魔の手が及んでいようとは、世の中どうなっておるのだ。お父様、それを企んだのはネルゲルっていうやつだって水の塔の怪獣さんが言ってた。それでお父様、とても大事なお願いがあるの。なんだい、フーラ、改まって。私、あなたについていきたい。あなたの戦いをお手伝いしたいの。声を聞いたの、戦いの時に。この人についていきなさいっていう声を。フーラ、今までも留守にしてたのにごめんなさい。でも守りたいの、この町も世界も。いいとも。お前が初めて自ら望んだことだ。力の限りやってみなさい。お父様。わ、これで3人目だね。フーラが仲間になった。よろしくね。私一生懸命頑張るから。はーい、ありがとう。合ってんだ。アイテムないっすか？アイテムないっすか？ないな。よいしょ。あ、ついてきてる、ついてきてる。あ、これ飛び降りないんだね。あの木が気になるんだよな。ここ全然なんか探索してないんだね、ここ。まあ、というわけで、まだこの風の街をね、探索できてないんで、探索してからね、次の街へ向かいたいと思います。では、ここで終わります。どうもご視聴ありがとうございました。野坂岩でした。